長月は、海上自衛隊の護衛艦。高月型護衛艦の四番艦。艦名は、長月に由来し同じ名を持つ艦艇としては、旧海軍の上風型駆逐艦、長月、無月型駆逐艦八番艦、長月に続き三代目。長月は、第二次防衛力整備計画に基づく昭和41年度、計画3000トン型港、通型警備艦。 2307号艦として、三菱重工業長崎造船所で1968年3月2日に寄港され、1969年3月19日に浸水、1970年2月12日に収益し、第3護衛隊軍に直轄艦として編入され、マイズルに配備された。一行、テつなぎ港は、マイズルから変更されることはなかった。 1976年、練習艦、か鳥と共に、遠洋練習公開に参加し、その際、ニューヨークで行われたアメリカ建国200周年、記念館艦式に参加した。1982年6月15日、足摺岬三崎沖の洋上で、離着水訓練中だった第31、航空軍所属の US-1 飛行艇が、着水時に、 左フロートを切損し、離水不能となり漂流したため、近くで訓練中だった本館が栄光して、岩国基地に帰島させた。1984年3月30日、第3護衛隊軍令下に、第2護衛隊が新編され、持月と共に編入。1986年、遠洋練習公会に参加し、その際、ニューヨークで行われた。 自由の女神100周年記念国際観艦式に参加した。1989年1月25日、第2護衛隊が舞鶴地方大霊下に編成がえ、1994年6月から11月まで練習艦隊機関として護衛艦、高月、餅月、白雪と共に北米方面演用練習公会に参加。このため、霊法の装備、 死官室の備品パネル等に、決め柄のシートの貼り付けが行われた。1996年4月1日、除籍。1997年8月3日、若狭湾北方の訓練海面で、護衛艦、比叡、高月などによる、砲撃、潜水艦、夏潮の雷撃により沈められた。本艦に、装備されていた事象は、コロンバン柄等。 ベネットイリエンに格座した先代の旧海軍無付き型駆逐艦長月に装備されていた事象である。戦後長月は解体されたがその事象は現地人が保管しており、その後日本に持ち帰られたものを当時の呉れ地方総監、つくと辰岡衣装の尽力により海上自衛隊に引き渡され、1970年11月17日に本艦に装備された。 本館の退役後、駆逐艦長月の自称と護衛艦長月の合称は、ともに舞鶴の海軍記念館に保存されている。ありがとうございます。